こんにちは、リラケアの花澤です。お久しぶりです。おかげさまでチャンネル登録者様が1万1000人を突破いたしました。ありがとうございます。久しぶりの動画になりますが、今日は商品紹介をしたいと思います。加湿器とまだちょっと箱に入ってるんですけど、でこちらの同じ大メーカーさんのこのちっちゃいスピーカーですね、この2つをいただいたのでレビューをしたいと思います。ちなみにこのお人形はですね、タイラーさんの勧めで買いました。ちょっと部屋が狭くなってしまっているんですけれども、こう筋肉の走行ですとかツボの位置とか経絡の走行の確認をしたりとかイメージをするときに役に立っています。で今日のこのコスプレは、まあ、AKB 風ですね。特に何か意味があってしてるわけではないですけれども、まあ、1万1000人記念ということでしてみました。箱から出しました。こういう透明のケースがあって蓋があって容器になってますね。いただいたメールをちょっと読みます。変色可能で各色が強弱モード調整可能で癒し空間に、そして、まあ、台座は木目調で高級ですが木製ではなく軽くて環境に優しいです。でこのアロマポットに加えてもう一つ透明なケースがついているので、まあ、ロマンチックな雰囲気、癒しの雰囲気になりますよという風になってますね。で、ちょっと順序的には先に水を入れた方がいいんでしょうかね。このこういうカップもついてました。それでここにこの縁がありますので、この縁の中を以上にならないように水を入れてください。縁から出ないようにですね、まあ、水の上限があるということで。でコンセント入れますね。のアロマを持ってきました。これを入れてみます。はい、2滴入りましたのでこれでいいですね。で蓋をしてこちらの蓋もつけて、でここは吹き出し口になってるんですね。でね、ライトが、あ、いろんな色になるモードになってますね。青とか白とか、まあ、7色だんだんグラデーションでなっている状態ですね。香りも今これヒノキのオイル入れましたけど、ヒノキの落ち着く香りがしてます。このライトをもう一回押したことで、止まってますね、この紫色で。で今消えました。オンオフにもなるのでアロマをやるとこういう風に出てきますね。音が拾えてるかわからないですけど、こういう形で静かに音が、まあ、起動音と水の音ですね。こういう感じで、超音波加湿器でもありアロマディフューザーでもありということで、強力振動チップを搭載していて1秒に170万回振動すると。でエッセンシャルオイルをこう超音波振動でミスト状にして、こう香りを広げ、で加熱していないので人体吸収に影響がありませんということです。でこれはスピーカーでこういうのもついてました。充電する用のコードとこのあれですね、持ち運び用のチェーンですね。私これ全然最初分かんなかったんですけど、
で、これ今ここから音がしてますね。で、これを入れると、はい、で今こっちにつながりました。ここから聞こえてますね。こっちからの音ではなくて、こっちからの音で出てます。小さいんですけど、すごくパワフルな音が再生できると。で、テーブルに置くと机も震えるぐらい爆音が鳴るという風になってます。これはもう Bluetooth スピーカーっていう名前なんですね。スピーカー本体にこう厚いシリコン加工があると。この黒いところはシリコンなんですね。落下などの衝撃に耐えますと。まあ保証期間は18ヶ月。あ、今 Amazon だとこう1999円になってますね。1999円です。で、3メートルの落下テストも済んでると。こう置こうとしてもこう強いぞということですね。72件のカスタマーレビューがついてて、星 4.5 なんですね。結構人気商品になってますね。迫力のあるサウンドが楽しめるコンパクトスピーカーと Bluetooth で、まあ、だから配線とかもいらないですからね。こうそういう意味でも持ち運びにとってもいいですね。他のものと比べてみてもアウトドアにすごくいいとか、大きな音が出ると。今多分メールが来たのでこれめちゃめちゃ鳴ってますけど、評価が高いです。72件あって 4.5 なので、56人が満点をつけてるスピーカーです。Amazon で買えます。リンクは説明文とか貼ります。で、こちらの加湿器&アロマディフューザーの方はですね、これは値段が3499円ですね。超音波式加湿器で睡眠モードありで、体気防止機能搭載で、アロマライト、タイマー動作機能搭載、まあ、そういう感じで説明があります。1時間に 25ml の保湿力があるので、お肌の乾燥を予防するのに役に立ちますとか、200ml 容量で8時間の長時間に何度も水とエッセンシャルオイルを加えることから解放します。まあ何度もやらなくていいですよっていうことですね。で、3ヶ月以内であれば通常使用での故障は新品と交換しますとか、割とこう親切なアフターケアがありますっていうことも売りのようですですね。で、こちらの評価を見ると、あ、これすごいですね。満点ですね。14人レビューされてる方がいて、13件の方が満点評価をされていると。見た目通りで美しいとか、1ヶ月使用して本体が軽い、電源コードの取り外しが楽、説明書もね、日本語のものでついてると。これ説明書ですね。こっちから日本語の説明ですね。アロマディフューザー取扱い説明書ってなってて、軽量カップ、通気口、DC ソケット、電源を入れるときは平らで安定する場所に置いてくださいと。で、トップカバーを開けて水タンクに水を注いで、2、3滴のエッセンシャルオイルを添加して、水タンクの最大吸水量用をご注意くださいと。それからカバーとトップカバーをつけて、電源コードを差し込み電源をオンにしますと。で、このミストボタン、ライトボタンの使用を2回押すと、点灯して2時間作業した後自動的に作業停止しますとか、そういう使い方の注意とかパラメーターがここに出てますですね。日本語なので安心ですね。わかりやすいです。ま、実際これなんかも音がいいなとか、今こうつけててすごい、やっぱりお部屋の空気がなんか爽やかになりますし、しっとりするので、の風邪の予防だったりとか、こうお肌にもいいですし、暗くするとよりこの明るさとか雰囲気が際立つかなと思って今暗くしてみましたけれども、リラクゼーションに落ち着いた空間作りですね。
で乾燥する季節ですとかにこうお部屋にこれ置いて加湿してると、まあ、香りのね気分転換にもいいですの睡眠の質を上げたりですとか寝つきを良くしたりといった効果があると思います。はい、でこういうそういう感じでこの2点をいただきました。レビューをしてみました。いかがでしたでしょうか。参考になれば幸いです。